フォーマルハート B は南のヨザの方向に地球から約25光年離れた位置にある太陽系外惑星である。2008年にハップル宇宙望遠鏡の撮影した写真により A 型主系列性フォーマルハートの周囲を好転しているのが発見され、その後2013年1月にさらなる観測により詳細な軌道要素などが明らかにされた。フォーマルハート B と 同時に発見が発表された HR8799 の周りの3つの惑星は直接撮影により軌道の動きが明らかとなった初めての太陽系外惑星である。フォーマルハート B の真の性質についてはかなりの議論がある。フォーマルハート B は当初は直接撮像された初めての系外惑星の一つとして認識された。この検出は ダストや缶などの惑星周囲の物質による反射光と木星型惑星の大気からの熱放射を検出したものと考えられた。しかしその後、フォーマルハウトビーは低質量の惑星であり、その周囲に存在するダストグモによる反射光が検出の原因となっているという説や、微惑星同士の破壊的な衝突によって生成されたデブリを検出したものだとする説が提唱されている。 オーマルハート B は国際天文学連合による太陽系外惑星の命名キャンペーンの対象となった惑星のうちの一つである。このキャンペーンでは対象となった系外惑星に対する名称が一般からの公募及び投票によって選ばれた。その結果として2015年12月に IAU はこの惑星に対してダゴンという名称を与えることを発表した。この名称は古代 メソポタミア及び古代カナンの神であるダゴンに由来する。フォーマルハート B の性質ははっきりとは分かっていない。可視光線での直接殺像によって発見されたものの、後の赤外線での観測では検出されず、質量の上限値として、木星質量の3倍以下という制約が与えられた。また軌道は、主星のフォーマルハートの周囲に発見されている。 ゴミの管と交差するように思われるにもかかわらず、管が惑星によって乱された形跡が見られないことからも、質量の上限値として、非常に小さい雇いが与えられた。フォーマルハート B の正体として、現在進行中の微惑星の衝突によって、生成された、玉角状のゴミの雲に覆われたに木星質量、未満の惑星であるとする説、大きな管に囲まれた惑星であるとする説が、 提唱されており、どちらも説も、惑星の周囲にある物質が、主星の光を散乱することで、フォーマルハート B が可視光で、観測可能になっているとしている。別の可能性としては、フォーマルハート B は最近発生した彗星から、小惑星サイズの天体同士の衝突によって、生成された破片の塊であり、実際には、惑星ではないとする説も提唱されている。 2020年には、ハップル宇宙望遠鏡による10年にわたる観測結果の再検討から、フォーマルハート B の画像が次第に薄くなり、拡散していく様子が報告されており、これは小天体の衝突によるゴミの雲であるという説を支持する結果である。その他、フォーマルハート B の得意なスペクトルと見かけの動きから、フォーマルハート B は偶然フォーマルハートの近傍に、 あるように見える背景の中性小星であるという説も提唱されたが、チャンドラでの観測では、フォーマルハートビーからの X 線は検出されず、中性守保施設には、回帰的な結果が得られている。発見が同時に公表されたフォーマルハートビーと HR8799 の周りの3つの惑星は、その光の少なくとも一部は、惑星の大気から放射されていると考えられ、 直接撮像で発見された初めての、境外惑星とされる。なお、これら以前の発見例としては 2M1207 ビットや、オオカミザ g 級製 B、オウシザ DH 製 B、ガカザ AB 製 B、CHXR73B、アスカスシオ108、カメレオンザ CT 製 B、 1RXSJ16929.1 から21524ビットがある。しかしその後のスピッツァー宇宙望遠鏡による赤外線での観測やハップル宇宙望遠鏡の観測データの再解析からはフォーマルハウトビーからの光は惑星の熱放射ではなく主星の光の散乱光であることが示唆されている。これは検出された可視光の一部が 惑星からの熱放射に起因するものだとすると、惑星の有効温度を考えると、近赤外線領域では明るくなるはずだからである。太陽系とフォーマルハウトの惑星系の、比較フォーマルハウトの周囲に重い惑星が存在する、可能性は、フォーマルハウトの周りに存在する、重く冷たいゴミの円盤の構造の構造の観測をもとに2005年に予測されていた。 発見されたゴミの帯の中心は主星であるフォーマルハウトの位置とは一致せず、また帯の内縁は予想されるよりもはっきりとした境界を持つ。大きな軌道長半径を持つがこのゴミの間よりも内側に位置する重い惑星が存在すれば、近傍からゴミやその原因となる天体を排除することができ、帯の内縁が明瞭になり、主星を中心とした分布からずらすことができると考えられた。 2008年5月に、ポール・カラスやジェームズ・アール・グラハムと、その共同研究者らによって、ハップル宇宙望遠鏡の装填観測要項、性能カメラを用いて、可視光線の波長域で2004年と2006年に、撮影された画像の中からフォーマル・ハウト・ビーの存在が、同定された。NASA はカラスらによる、発見報告論文が、サイエンスに掲載されるのに合わせ、 2008年11月13日に合成した発見写真を公開した。カラスは以前は見えなかった惑星を発見するのは深淵で圧倒的な経験だ。5月末にフォーマルハウト B が合成を公転していることを確信した時は心臓発作になりそうだった。と語っている。公開された写真では明るい外側の楕円の缶はゴミからなると巻きであり、 その内側の帯は、恒星の散乱光によるノイズを表している。惑星が発見されるまで、8年間にわたって、K の研究が続けられていた。フォーマルハート B は、可視光で直接発見された初めての太陽系外惑星だった。また、発見の前に予測された惑星としては、海洋星以来の撮影された惑星であり、ゴミからなる円盤との相互作用から正しく予測された。 初めての惑星でもある。また、これまでに直接観測された太陽系外の天体の中では最も冷たく低質量の天体であるとも信じられている。あるまで撮影されたフォーマルハウトのゴミ円盤。カラスラによる発見を報告する論文では、フォーマルハウト B からの放射は惑星周囲のゴミによる主星の光の散乱光と惑星の熱放射の二つからなることが示唆された。 前者は波長0.6メートルでの明るさの大部分を説明し、惑星からの熱放射は0.8メートルの明るさの大部分に寄与しているとされた。また、地上望遠鏡を用いた赤外線の観測データ中には発見されなかったことから、フォーマルハウト B の質量は3木星質量よりも軽いだろうと示唆された。 もしフォーマルハウト B が木星の1から3倍の質量を持つのであれば宇宙望遠鏡を用いた赤外線での観測では検出が可能であるはずである。しかし感度の高い赤外線宇宙望遠鏡であるスピッツァー宇宙望遠鏡を用いた観測ではフォーマルハウト B が検出されなかったことから質量は1木星質量未満であることが示唆された。さらに この惑星はフォーマルハウト周りの離心率を持ったゴミの缶の成因を説明できると考えられていたが、カラスラの論文での測定からは、缶の構造を説明するには、惑星の動きが速すぎることが指摘された。2011年9月から10月に行われた、アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉系で観測された、フォーマルハウトのゴミ円盤の解析では、別の仮説が提唱された。 フォーマルハウトの周りの間はより小さな羊飼い惑星によって形作られているとされ予想される質量は火星程度から地球の3倍程度の範囲と過去のフォーマルハウト B の推定質量を大幅に下回るものであったこれらの結果はフォーマルハウト B の系外惑星としての地位に疑問を投げかけるものであった2004年から2012年にかけて ハップル宇宙望遠鏡で得られたフォーマルハート B の画像と位置の変化。2012年10月24日、トロント大学のセン・カーリーが率いる研究チームにより、フォーマルハート B の初めての独立した再発見が公表され、フォーマルハート B が惑星であるという主張が復活することとなった。カーリーらはこれまでのハップル宇宙望遠鏡の観測データを惑星からの光と 構成からの光を分離するための新しくより強力なアルゴリズムを用いて再解析しフォーマルハート B が実在することを確認した。また新しく0.4メートルの波長でフォーマルハート B を検出したことも報告した。カーリーらはフォーマルハート B の可視光での検出と赤外線での明るさの上限値をモデル化し、 フォーマルハート B の放射は小さいゴミによる構成の光の散乱光によって完全に説明できることを示し、見えない惑星質量天体をゴミが取り囲んでいると考えた。そのためカーリーらは検出された光が惑星の大気から来ているものではなく厳密な意味ではフォーマルハート B は直接殺像されていないものの、フォーマルハート B は 直接殺像によって同定された惑星であると考えている。翌日にヘルツベルグ天体物理学研究所のラファエル・ゴリーッチャーとクリスチャン・マーワが率いるチームによる2番目の論文が公開され、同じくフォーマルハウト B を独立して再発見し0.4メートルでの新たな検出も確認された。この論文ではフォーマルハウト B のスペクトルエネルギー分布は 重い惑星からの直接的な放射もしくは散乱光では説明できないと主張された。SED を説明するためのモデルとして、重いが見えていない惑星を取り囲む、大きな周惑星円盤、過去100年の間に発生した半径 50km 程度のカイパーベルト天体の、ような天体同士の衝突の残骸、の2つの可能性が考慮された。その後の2010年と2012年に、 ハップル宇宙望遠鏡に搭載された撮像分光装置、スペーステレスコープイメージングスペクトラグラフで得られたデータからボールカラスとその共同研究者は再びフォーマルハウト B を検出したと報告した。しかしフォーマルハウト B の位置測定の解析からは軌道離心率が E=0.8 イコールと大きな値を持つことが示された。研究に投影したフォーマルハト、B、の軌道は フォーマルハウトのゴミの缶と交差することになり、そのためこの天体が缶の明瞭な内縁を形作っている可能性は低いと考えられる。フォーマルハート B の軌道が大きな離心率を持つことは、より恒星に近い位置にある、これまでに発見されていない惑星との大きな力学的相互作用を起こした証拠であるかもしれない。フォーマルハート B は惑星ではないとの主張がされた後に、 再び惑星の可能性があるとの主張が復活したことから、この惑星をゾンビープラネットと呼ぶ例が見られる。ただしこれは報道資料などで用いられる非専門用語であり、作読付きの論文中に見られる用語ではない。2020年4月、ハップル宇宙望遠鏡の s t ィー s を用いて2013年と2014年に新たに得られたデータを含めて、 フォーマルハート B を再解析した論文が発表された。この研究によると、フォーマルハート B の像は時間の経過とともに徐々に薄く拡散していく様子が明らかとなった。これは二つの小惑星程度の大きさの天体が破壊的な衝突を起こした際に生成されたゴミの雲であるとする解釈を指示する結果である。この研究では拡散していく。 ダスト雲のモデルと観測結果との比較も行っており、モデルは観測を再現可能であるとした。フォーマルハウトの年齢では、ゴミの雲を発生させるような小天体同士の破壊的な衝突は非常に希少な現象である。そのため著者らは未発見の惑星が存在して、周囲の小天体を力学的に乱した結果、小天体の破壊的な衝突が促進された。 可能性があると述べている。フォーマルハート B の軌道がその外側に広がる、ゴミの円盤と同一平面上に存在すると、仮定すると、フォーマルハートからの距離はおよそ 115AU である。この距離は、ゴミの円盤の内円からおよそ 18AU、内側である。同じく直接殺像で発見されているが風、ベータ星や HR8799 周りの、 惑星の軌道距離は8から 70au であり、フォーマルハート B はこれらよりも大きな軌道を持つ。フォーマルハート B は秒速 4km で動いていると考えられる。フォーマルハート B の軌道がゴミの円盤と交差しているのか、あるいは遮影した軌道が交差しているだけなのかは、不明であるが、その軌道は、フォーマルハート B が検出された可視光線の波長では明るさは、 恒星のわずか2.71010倍であり、これまでに直接撮像された太陽系外の天体の中では最も暗いものである。波長0.4から0.8メートルでの測定から得られたフォーマルハウトビーのスペクトルの形状は主星のものと似通っており、フォーマルハウトビーとして同定された光は完全に恒星の光の散乱光であることを示唆している。 初期の発見報告論文では、可視光での明るさは惑星への光着によって変動する可能性が示唆されていたが、後のデータの再解析では、フォーマルハート B が実際に変更している証拠を検出することには失敗しており、惑星への光着が起きているという証拠は存在しない。ただし長期的な観測では、この天体が時間の経過とともに暗くなっている様子が判明している。 フォーマルハート B が可視光の波長で検出可能であるためには光っている領域は惑星の物理的なサイズよりもずっと大きい必要がありこのことは我々が観測している光は惑星の大気から放射されたものではないとする説を補強する惑星を取り囲む缶は缶が木星半径の20倍から40倍のサイズを持っている場合に限りフォーマルハート B を可視光で 観測可能にするための十分な産卵庫を生み出すことができる。また、半径が 0.004au の嗅覚上のダスト雲が惑星を取り巻いていた場合も、フォーマルハウト B は可視光で観測可能となる。0.6メートルの波長で得られている最も高品質なデータでは、フォーマルハウト B は分解されない、天元として検出されており、光っている領域を天球に投影した。 際の大きさは 0.25au 程度を超えることはないと推定される。しかしわずかに長い波長では天体の像が分解できる可能性があり、さらに最近のハップル宇宙望遠鏡による観測データでは光っている領域は大きいことが示唆されている。フォーマルハウト B が惑星だと仮定した場合、その質量は不定性が大きい。赤外線で検出されなかったことから、 フォーマルハート B の質量は、木星質量の3倍未満、あるいは2倍未満との上限値が与えられた。しかし、質量の下限値は、不明確なフォーマルハート B の詳細な性質や、惑星周辺の環境、フォーマルハート系に、その他の惑星質量天体が存在するかどうかに依存する。フォーマルハート B が、フォーマルハート周りのゴミの円盤の構造を形成しているとするモデルでは、 質量は木星の0.5倍であることが示唆される。またフォーマルハウト B が微惑星の群れに取り囲まれていることを仮定するモデルでは推定される質量は地球質量の10から100倍とより小さな質量の推定値が与えられる。もし惑星が一つではなく2つの羊飼い惑星が共にゴミの円盤を幅の狭い環状の構造に保っているのであれば これらの惑星の質量は火星の数倍から地球より重い程度であると考えられる。フォーマルハート B が木星や土星のような巨大ガス惑星である場合、主星自身が形成された数百万年後に形成されたと考えられるため、年齢はおよそ4億5千万年となる。惑星ではなく一時的なゴミの雲であるとした場合は、その年齢は極めて若いはずであり、 この数世紀の間に形成された可能性もある。フォーマルハート B は、主星から離れた距離を公転しており、このような遠方では、重い惑星を形成するのは難しい。フォーマルハート B の現在の位置は、より主星に近い位置にある未発見のさらに重い、天体によって、力学的に散乱された結果である可能性がある。複数の地上望遠鏡による観測でこの仮説上の、 フォーマルハート C の探査が試みられているが、まだ発見されていない。非常に小さい太陽系程度のスケールに未発見の天体が存在するのであれば、その天体は木星質量の13倍未満の質量を持っていなければならない。またより大きなスケールの HR8799 の周りの惑星の距離と同程度の距離に存在するのであれば、その天体は 木星質量の2から7倍未満の質量を持っている必要がある。もしフォーマルハウト B が小石程度のサイズの物体の惑星コアへの集積によって急速に形成され、その後ガスを降着したのであれば現在の位置での形成も可能であるかもしれない。フォーマルハウト B の2004年と2006年の位置の変化主成を好転するフォーマルハウト B の想像図。ありがとうございます。